クラマテング、小説。クラマテング、クラマテングは、おさらぎ二郎の時代小説シリーズであり、作中で、主人公が名乗る剣士の名である。幾度も映画化、テレビ化がされ、特に46本に上る嵐勘十郎主演の映画は、クラマテング像を決定づけるものとなった。本校では小説に加え、映画化、テレビドラマ化された作品についても解説する。 1924年、大正13年、娯楽雑誌、ポケットに、第一作、鬼面の老女を発表して、以来、1965年、昭和40年の、地獄大兵器まで、長編、短編計47作が発表された。幕末を舞台に、倉間天狗を名乗る、神出鬼没の勤能志士が、爆藩方の新戦組の行く手を阻んで縦横に、 活躍をする様を描いた戦前の大衆小説の代表的作品である。舞台は主に京都、大阪が中心となっているが、作品によっては江戸や横浜、果ては、正木といった遠方の地を舞台としたものもある。生麦事件や浜栗ご門の変といった歴史上の事件を背景とした作品もあり、また戦後発表された作品には時代背景を 明治維新後としたものもある。個々の作品の間には明確な関連性が見られない。例外的に初期のポケット紙に連載された短編は大枠でつながりを持ったあらすじ展開となっており、また第二次世界大戦中に発表された三編の長編のうち1945年、昭和20年のクラマ天狗破れずは1943年、昭和18年の 天狗倒しの続編となっている。主人公は、普段は、倉田源泉を名乗っているが、本名ではない。また作品によっては、立岡八吉郎、雲野雄吉と名乗っている者もは、その蘇生は、謎が多く、天狗党の生き残りではないかと言われたこともあるが、確証はない。陽子は、身長五尺五寸ぐらい。中肉にして、白石、白石イコール色白。 花筋通り、目元清志、鈴志、と描写されている、各米寺氏。荒間の映画版のように覆面をする描写はない。日本の将来に思いを巡らす、金納志士だが、倒幕派でいて幕府方を代表する、勝海舟とつながりがあったり、新鮮組の近藤勇とも奇妙な交友関係を持つ、原作で天狗が近藤と一対一の対決をするのは、各米寺氏一作のみ。 またいしんは新政府に対して否定的な側面を見せており、権力の批判者であることを貫いている。剣は一刀流の凄腕、字には担当も使う。以下表中、短編と長編は、福島光一の種別法による。倉間天狗の映画版は、1924年、大正13年の実川延べ笑い主演の、女人地獄に始まり、1965年、 昭和40年の市川雷蔵主演の新倉間天狗五条坂の決闘まで、延べ60本近く制作され、天狗は様々な俳優が演じてきた。特に原作からは各米史史、天狗会場が多く映画化されている。中でも最も有名なのが、荒寛こと、嵐勘十郎、牧の時代は、嵐長三郎名記主演による倉間天狗シリーズであり、 制作本数は46本と最大である。アラカンが打ち立てたズキンを被った覆面のヒーローが善を進めて悪を懲らしめるという構図は、広大の月光仮面や仮面ライダーなどの仮面ヒーローものの先駆けとなった。しかし、戦前取られたクラマ天部には紛失、消失してしまい、現在では見られないものが多々ある。1927年、昭和2年、 冒険的な舞台の世界に愛想をつかし、大阪の青年歌舞伎を脱退した嵐若大部、嵐勘十郎は、京都の活動写真制作会社、牧野プロダクションに、映画俳優、嵐長三郎として入社した。長三郎はここで、牧野正造監督から、この中からやりたい役を選べと、雑誌、少年クラブ昭和2年3月号を渡される。蝶三郎は、 各米寺詩を読み、クラマ狗をやりたいと伝えたことにより、クラマ狗ング予文、各米史詩で映画デビューを果たすこととなって、同時にハマり役となった。翌1928年、昭和3年、張三郎は、牧野を脱退して、嵐勘十郎、荒缶と名乗り、以来、クラマ狗ンは、荒缶自身の立ち上げた、嵐勘十郎プロダクションの代表的主演キャラクター、 なった。広島プロ解散の後は、東亜キネマ、新興キネマ、日活、新東宝、宝塚映画、東映京都と各社を股にかけ、シリーズ主演を続行。荒間扮するクラマ天狗が敵を、次々と切り倒す。その爽快なチャンバラ劇は長きにわたり、大衆を魅了し続けた。荒間自身によると、戦前から戦後にわたり、主演した。 クラマテング映画は前後編含め総計四十六本に上るという。アラカンはこの小説の映画化にあたって、覆面の会見誌という独特のスタイルを作り上げた。この創意工夫は、アラカンの自信に裏付けられたものだった。チャンバラこそ時代劇映画の真髄であると考える、剣撃スターのアラカンにとって、映画のクラマテングは、 アラカンのオリジナルであり、自身の代表的キャラクターだった。戦前戦後にわたり、何度も経済的な苦境に立たされた際も、殺走クラマテングの登場する新作映画は、その都度大当たりして、アラカンを助けてくれた。アラカンのクラマテング映画は、映画評論会からは無視され、B 級品として一段低く扱われ続けたが、常に庶民に支えられていた。 アラカンは1950年、昭和25年に GHQ のチャンバラ禁止令が解かれると、立て続けに松竹と新東宝でシリーズを再開。1953年、昭和28年、新東宝の青銅期では、親友の大河内伝次郎とんで本格的なチャンバラ指導を演じ、チャンバラ禁止令の鬱憤を晴らした。やはり立ち回りだ。天狗はそれで人気が落ちなかった。 この1953年、アラカンは、東映京都でも、萩原良監督で、失踪雲母座危うし、クラマ天狗を取ったが、ここで、日本文芸家協会から思わぬ、待ったがかかった。1953年10月20日の風切りを前に、無断映画化である、上映を中止せよと抗議してきたのである。アラカンにとってこれはまさに晴天の霹靂だった。の、 クラマテングは、戦前、戦後を通じて、庶民の間で大人気のシリーズだった。しかし、この状況に不満を抱いていた人物がいた。他ならぬ原作者、おさらぎ二郎である。東方の近大坊五郎は元カンプロの制作部長で、アラカンとは古い付き合いだったが、この近大坊が、おさらぎの代理人として、強引にねじ込んできた。おさらぎは、第一に、 著作権無視である、第二に原作を勝手に書き換えて、題名だけ盗んでいる。第3に、映画のクラマテングが人を切りすぎて、原作者の意図に反している等の理由を挙げて非難し、アラカンが演じる、クラマテングの制作中止を要求。アラカンは直接談判を考えたが、映画界の裏事情を考えて、会社同士の話し合いに任せた。結局、東映京都では、あと一本、逆襲 クラマ天狗を撮って終わり、続いて、宝塚映画で2本撮ってほしいとの要求となった。宝塚映画は、東宝の子会社であり、要するに、東宝は、クラマ天狗が欲しかったのである。翌1954年、昭和29年、アラカンは、宝塚で4本、クラマ天狗を撮ったが、しばらくおさらぎの講義で、シリーズが止まってしまう。一方、おさらぎは自ら、 天狗プロダクションを設立して、プロデューサーに就任し、同年より、東方で、二郎長三国志シリーズの清水二郎長役で知られる、小堀明夫の主演による、新ラマ天狗シリーズの制作を開始し、同年10月に、新ラマ天狗第一話天狗出現を封切り。この作品には、荒ンのクラマ天狗なら五本は、取れると言われたほどの潤沢な資金が投入され、 以このシンクラマ天狗は原作者自ら手掛ける映画作品として当初こそ話題にはなった。が、実際に完成した作品は小堀の天狗姿とチャンバラシーンが常にアラカンと比較され国評ばかりで、またおさらぎの人選による配役にも無理があり、例えば三十代前半の青年剣士として描かれるべき。 近藤勇に、当時五十代で、不景役も演じていた、志村隆を起用する、など、さらにクライマックスでは、天狗が拳銃を構え大義を唱えるだけで敵が戦う、ことなく退散してしまう、といった具合に、大衆が好む、時代劇の骨法や様式を、まるで無視したものであった。さすがにこうした作品が成功する道理はなく、工業面で不振を極め、日本映画史に残る。 大失敗作、おさらぎが作家としての自身のキャリアに、自ら傷をつけたと告評される、悲惨な結果に終わった。また、巻き添えとなる形で、天狗役を演じた小堀にとっても、俳優キャリアの傷となってしまった。おさらぎプロデュース、小堀主演の、シンクラマ天狗シリーズの興行成績は、惨憺たるもので、作を重ねるごとに、 映画館サイドからのおさらにに対する不満の声だけが増えていった。結局、大打作という表を覆すことにはほど遠く、前述作を予定するも、1955年、昭和30年6月公開の第3作、シンクラマテング夕立の武士を最後に打ち切るとなる。このシンクラマテングで三度も二英雄を飲まされる格好になった映画館サイドは、その 損失補填を理由に、おさらぎに、アラカンのクラマテングの復活を強行に要求した。自らプロデュースした作品で与えた損失が原因で、あるだけに、さすがのおさらぎもこれは飲まざるを得なかった。1956年、昭和31年、これを受けて、宝塚映画での、アラカン版、クラマテングが再開。しかし、御用盗異変、失風、クラマテングを、 並木京太郎監督で撮ったところで、ついにシリーズ打ち止めとなってしまった。ただでさえ反骨感の荒間は、天狗元氏を取りましたという名言を残して、さっさと天狗役を降りてしまい、荒間の蔵間天狗は、打ち止めとなった。その後、宝塚映画で、蔵間天狗の映画は制作されることなく、東映京都、蔵間天狗で、東栄京都、新、蔵間天狗で、 一川雷蔵が天狗を演じたものの、千代之助は単発、雷蔵も2作で終了といずれも長続きしなかった。本作を原作としたテレビドラマも幾度となく放映された。テレビドラマで倉間天狗を演じた俳優は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。